名神高速道路、名神高速道路、名神高速道路、名神エクスプレスウェイは、愛知県小牧市の小牧インターチェンジ IC を起点とし、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府を経由し、兵庫県西宮市の西宮 IC へ至る高速道路、高速自動車国道である。通称名神高速、名神高速、名神エクスプウィー、名神、 新名神高速道路と特に区別する場合には、旧名神、元名神など、国土開発幹線自動車道及び、高速自動車国道法に基づく、法定路線名は、中央自動車道西宮線であり、この一部区間である。なお、小牧 IC、水田ジャンクション、JCT 間は、アジアハイウェイ1号線、R1 にも指定されている。高速道路ナンバリングにおける、 路線番号は、東名高速道路ともに、いい位置がり振られている。東名高速道路、新東名高速道路、中央自動車道、伊勢湾岸自動車道、新名神高速道路、東名阪自動車道、名阪国道、西名阪自動車道とともに、東京、名古屋、大阪を結ぶ日本の大動脈の一つであ、路線はほぼ中線道に沿って建設されている。 小牧 IC で、東名高速道路、東名と直結し、かつ車線変更、合流、分岐が不要な形での直通が可能な構造で、IC の番号や、キロポストも東京 IC からの投資となっているため、実質的には、東名と合わせて一つの高速道路とみなして、東名神、東名神と呼ばれることもある。立 IC、IC、は、 1963年、昭和38年7月16日に、日本初の都市間高速道路として開通した区間で、ある。1965年、昭和40年7月1日の小牧 IC、市宮 IC 開通により、全線開通となった。現在は8日、市 IC を境に、東側を中日本高速道路。 ネクスコ中日本が西側を西日本高速道路、ネクスコ西日本が管理している。名神高速道路は小牧 IC 西宮 IC の営業路線名、通称である。高速自動車国道法に基づく法定路線名、正式な路線名は東京都から長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府を経て、 兵庫県に至る路線として指定された、中央自動車道西宮線、東京都杉並区兵庫県西宮市であり、名神高速道路はその中の一部区間にあたる。高速自動車国道で、高速道路という故障を使用しているのは、東名、明、名神と新東名、新名神のみである。これは、これらの道路の計画。 建設が進められる過程で自動車道という故障が用いられ始められる頃にはすでに広く民間において高速道路という通称が使用され一般的に定着していたため例外的に採用されたものである現在の IC 番号は東名高速道路の東京 IC からの投資番号であるが開通当初の名神高速道路では西宮から小牧に向かって 西宮イコール1、尼崎イコール2、豊中イコール3、茨城イコール4、京都南イコール5、五 a 五バイト、京都東イコール6、大津イコール7、立東イコール8、八怪地イコール9、彦根イコール10、関ヶ原イコール11、大垣イコール12、市宮イコール13、小牧イコール14であった。このあたりのことは、運転免許口新時に配布される。 交通安全協会発行の交通教本の標識一覧などにその名残が見られる。1968年、昭和43年の東名高速道路開通に合わせて現在の IC 番号に変更された。このように IC 番号が振られた理由は歴史的経緯で東京名古屋間のメインルートの決定、東名高速道路の建設決定が大幅に遅れた結果、 小牧 IC で、名神高速道路と直結することになった、東名高速道の各 ICJCT 設置の詳細決定が、名神高速道路の供用開始までに間に合わなかったため、名神高速内で暫定的に IC 番号を振らざるを得なかったからである。このようなことから、1968年、昭和43年4月の東名高速道路、供用開始と同時に、 現在の IC 番号に振り直されることとなった。また、スイーター IC は当初設置構想すらなかったにもかかわらず、IC 番号35に枝番がついていないのも、東名高速の各 ICJCT の詳細が決定する以前に、スイーター IC の設置が決定していたためである。並行する新名神高速道路、新名神は、名神とは異なり、名古屋草津 JCT を、 東海道ルートに沿う。新名神のうち、亀山 JCT 草津多上 IC が2008年、平成20年2月23日に部分開通した。豊田 JCT 草津 JCT で、伊勢湾岸道東名阪道から新名神と経由すると、従来の東明、名神経由より 34km、約20分の短縮になる。名神の関ヶ原 IC 付近では、 長い勾配や悪天候、冬季の降雪などにより渋滞や事故が多発していた。また、名神8日市 IC 大垣 IC 間は、雪の降り方が強くチェーン規制になることがあり、愛知県豊大島と滋賀県草津伊勢と移動する、約8割の車が新名神経由へシフトした。透明、名神経由の東京、名古屋京阪神の高速バス、ドリーム号など、 新名神に転換傾向が顕著化している。このため、名神では、市宮 IC、前原 JCT 近辺の渋滞は減少する。一方で、東名阪道では、四日市 IC、亀山 JCT の渋滞が悪化している。新名神は、現在、未開通の全区間、新四日市 JCT、亀山西 JCT、大津 JCT、常用 JCT、 八幡京田鍋 JCT 高槻 JCT が事業中である。戦後の道路整備促進の流れは、田中誠一らによって主導された国土開発縦貫自動車道構想であったが、これに並行する動きとして、建設省もまた戦前の自動車国道構想を手本に東京、神戸間高速道路計画の着手に乗り出していた。政府は当面実施すべき区間を名古屋、 神戸間に限定し、その計画を有料道路とするとともに、借款を世界銀行に求めることにした。1956年、昭和31年、名神高速道路調査のために、世界銀行は、ワトキンス調査団を派遣して、調査報告書を発表した。ワトキンス報告書は、名神高速道路の建設を是とした上で、建設費の一部に、 世界銀行が貸し付けを行うことを肯定し、日本政府に対しては、道路行政の改革を勧告したほか、道路予算を三倍増とすることを提言した。名神高速道路の設計計画は、当初はアメリカのターンパイク、有料道路やインターステーツハイウェイ、周載道路の基準を手本に、日本独自で進められたが、ドイツアウトバーンの設計日誌であったクサヘルドルシュの 教えに従って、設計手法が大きく変わっていった。世界銀行が派遣し、設計コンサルタントとして来日したドルシュの提言は、高速道路の線形設計では、周囲の地形に調和するように、クロソイド曲線を採用したり、それまで、設計済みであったインターチェンジ計画を大規模な、様式にするなど、それまで高速道路設計の経験がなかった、日本の手法を大きく変えさせた。 建設省は1957年昭和32年10月に国土開発縦貫自動車道建設法の規定に基づき小牧西宮間について日本道路公団に対して施行命令を出し、名神高速道路の建設は始められた。この着工によって日本の高速道路建設はスタートを切ることになった。 新幹線開業の前年にあたる1963年、昭和38年7月16日の、名神高速道路立東 IC 天ヶ崎 IC 間 71.7km の開通は、日本の高速道路開通の歴史の中で最初となる高速道路の誕生であった。自動車が道路を時速 100km で失踪する状況は、当時の世間を沸かせる一大ニュースとなり、 前日の7月15日には、名神開通記念として、額面10円の記念切手が発行された。1965年、昭和40年7月1日には、小牧 i c 一宮 IC 開通によって、名神高速道路の小牧 i c 西宮 IC の全線が完成し、これまで名古屋阪神地域間の移動に、自動車で5から6時間を要した時間が2時間ほどで、 結ばれることになった。開通当初は高速道路自体が観光名所となっていたため、路肩で弁当を食べ失踪する車を眺めたり、記念撮影したりするなど、今となっては、のどかなエピソードも残されている。また、当時の自動車の性能が高速連続走行に耐えられなかったことや、ドライバーが高速走行に不慣れだったため、オーバーヒートや燃料切れで故障する車が続出していた。 また全面開通するや、いなや、同時期に登場した、トヨタ自動車の乗用車、トヨペットコロナ、RT40 系が、性能と耐久性をアピールするためのキャンペーンとして、小牧西宮間で、10万キロ連続高速走行公開テストを行った、58日間で276往復走行ほか、国鉄の高速バス専用車両開発時には、 時速 100km での20万キロ連続走行が課題として各メーカーに給されていた。高速道路網として続く東京名古屋間については、東海道ルートで第1東海自動車道、東名高速が中央道よりも先行して建設され、1969年5月の東名高速前線開通によって東京西宮間が高速自動車国道で直結された。 中央自動車道西宮線としては、1972年、昭和47年10月の小牧 JCT 開通、1982年、昭和57年11月の勝沼 IC、甲府昭和 IC 開通により全線が開通した。名神高速は、このように、東名高速より先に開通したわけだが、これは先行決定していた東京神戸間の中央自動車道建設において、 名古屋伊東を東海道ルートイコール現東名高速道路と中山道、甲州街ルートイコール現中央自動車道のどちらで建設するかで激しく揉めたためである。そのため、その収集がつく前にすでに建設ルートについて合意に至っていた名古屋西の宮間を先に建設することで総開業を目指したためである。なお、どちらの側も事案を捨てずに強行に主張を続けたため、 最終的には日本道路公団が透明、中央の双方を建設するとして幕引きを図った。透明とは違い、最高速度が時速 80km 制限となっている区間が多いので速度超過には注意を要する。大垣 IC、竜王 IC は12月から3月の間、冬型の気圧配置が強まると積雪になる場合がある。 名神高速では10から15分おきに除雪車の連帯で除雪作業、凍結防止作業を行っている。降雪区間は時速 50km の速度規制になり、除雪、凍結防止作業区間では作業車連帯を追い越し、禁止する規制と同時に作業車自体で車線を塞ぎ強制的に速度を抑える。このため、当該区間では 10km 以上の大渋滞になる。 とはいえ、帰省ラッシュ等の渋滞と異なりコンスタントに、時速 50km 程度の速度は出ているので、極端な所要時間増にはならない。24時間体制で大掛かりな作業をしているため、運用上は普通タイヤでも通行することができるが、降雪が強まると除雪部隊から離れた地点などでは、路面に新雪が積もり、それがシャーベット状や凍結状態になるなど、 非常に危険な状況に陥る可能性がある常実の作業者連帯による速度維持を行う理由でもある。さらに降雪が強まり除雪が追いつかなくなった場合には通行を止め措置が取られる。また、関ヶ原付近は陶器になると天候が急変し突発的に雪が降って視界が遮られるゲリラ雪現象が発生する。このため、 ネクスコ中日本の TV ラジオ CM では、冬の名神は雪国ですというの告知がされている。2008年、平成20年2月23日に新名神の部分開通により、関ヶ原、舞原地区を迂回することができるようになった。滑り止めのない車両を、比較的雪外の少ない新名神ルートで流すことができるようになったため、近年では強い降雪の場合には、 関ヶ原、前原地区でもチェーン規制措置を行うようになった。道路照明灯は、京都東 IC と夜中 IC 間に設置されている。名神高速道路は、全区間を通して、交通量が多いため、橋間パーキングエリア、PA 下り線、古都散々 PA を除くすべての、サービスエリアパーキングエリアに売店がある。また、大津 SA を除くすべてのサービスエリアと、 国債 PA にガソリンスタンドが全てのサービスエリアにレストランが設置されている。ガソリンスタンドはいずれも24時間営業。かつて岐阜県から滋賀県にかけての区間には距離に対し多数のサービスエリアパーキングエリアが設置されていた。大垣 IC、大菓 IC59.7km にはサービスエリア2カ所パーキングエリア5カ所、特に 彦根 IC、八ー市 IC、21.2km に、高エス A、コーラ PA、ハタ PA、現、古藤三山 PA の3エリアが連続して設置されていたが、1975年、昭和50年頃に、バンバ PA、2001年、平成13年に、上石津 PA、2005年、平成17年の日本道路交段民営化直前に、 コーラ PA が廃止されている。ネクスコ中日本名古屋支社とネクスコ西日本、関西支社の管理協会となる8日、市 i c を境に、東側は名古屋支社の市宮関西による4点チャイムの後に、時分現在の高速道路情報をお知らせしますで始まる形態。西側は関西支社の水田関西の4点チャイムで始まる、形態に分けられている、水田関西は、一定時間を機に、 こちらは、西日本高速道路側、局名ですの局名告知が入る。また、交通量と選択ルートが多いため、水田管制管内では渋滞、規制情報の他にハイウェイラジオ放送区間から、主要 IC までの所要時間情報が放送される。なお、かつては、関ヶ原 IC を境に放送形態が分けられて、いたが、民営化直前に、関ヶ原 IC 洋菓子 IC が、 当時の j h 関西支社から j h 中部支社に移管され、民営化後に水田関西から市宮関西に移管された。24時間交通量、大道路交通センサス。透明同様に交通量が多く、渋滞も昼、夜、時期を問わず激しい。このため路面等の損傷が早く、車線規制を伴う、名信集中工事が5月下旬に1年に1回ほど。 行われているこの際は通常時より激しい渋滞となる。工事実施時期は違うものの、同じく交通量が多い東名では、東名集中工事が中国道の吹田 JCT、宝塚 IC 付近では、中国道集中工事が行われている。名人では、導入時の1991年、平成3年から2006年。 平成18年まではリフレッシュ工事と称していたが、現在では東名や中国道と同様に集中工事に故障を変更している。なお、新名神や第二京阪道路の開通により、2010年、平成22年の調査では一部区間で交通量が減少した。2002年度、2003年度、日本道路交団年報1、 上石頭町の飛び地部分、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。